キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、前回投稿いたしました、発動機メイキエンジンの、詳細説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、燃料タンクの方なんですが、こちらがガソリン、こちらがケロシンとなってまして、こちらの方に間仕切り、パーテーションがあります。起動させるときは、燃料を入れた後、ガソリンのコックをオープン。次に、ケロシンのコックをオープンに します。そして、こちらがガソリンのライン。こちらがケロシンのラインです。キャブレーター内のエア抜きをします。ここを、引っ張ると、ガソリンがやってきて、キャブレーター内をガソリンで満タンにします。ここを引っ張り続けると、ここの、穴から、パイプからガソリンが出ますので、それまでここを引っ張ってください。これでエア抜きは終了です。続きまして、バタフライバルブの、ポジションなんですが、まずスタート位置に合わせてください。そして見えにくいですが、こちらキャブレーター内のガスのコントロールです。こちらラン、薄い、レアン、リッチというふうになっています。そしてこちらがエアバルブの、です。現在がオープン。こちらがクローズ、クローズオープンとなっています。あとは引っ張ればエンジンはスタートします。こちらが、エンジンストップボタンです。ここがエンジンオイルイン、そしてこれがアウトです。この手のエンジンですが、ガソリンはなるべく使い切ってください。そしてケロシンも、残ったケロシンは抜くか、使い切るかにしてください。タンク内の錆には非常に気をつけてください。二重構造ですので、錆させると修復が非常に困難です。以上です。Thank you.